マルタウグイの赤ハラは初めてです。塩です。のぶきはアクが強いので一晩水につけておきます。砂糖、みりん、醤油、ちょっとちっちゃかったです。アイヌネギ、塩、醤油、ごま油、ごま、
川魚特有の臭みはあります。産卵のせいか身に締まりがないです。それなりには美味しいです。結構おしゃれです。少しアクが残りましたけど美味しいです。クロが魚を食べるようになりました。なかなか食べれないみたいです。